4時13分の放送を終わります。優勝された選手の皆さん、おめでとうございました。先頭は 1600m のスピードは5分21秒、この1周は82秒です。このままの1周を保ってまいりますと、10分5秒前後のゴールタイムが予想されます。さあ、この中盤の頑張りに、10分10秒。